こから絶対来ないなと思って、自分で行くことによってこうつながる、いい意味でつながる人とつながって輪がね大きくなって、そこからまたね。どうも、かつよしです。今日はですね、ドライブトーク行きたいと思います。今ですね、小倉からの帰りでして、健康診断に行ってまいりました。またね、前後でね、その本編ってわけじゃないけども、別に撮ったのも、ね、アップしているするかしているかっていう感じだと思うんですけども、まあ、その流れでドライブ雑談やっていきたいと思います。今日はね、めっちゃ有意義な時間を過ごせましたね。12時、1時前ぐらいに、小倉の方について健康診断が3、40分かかったのかな。それで、ね、おしゃれなこうね、カフェですか、ね、ランチをしてですね、いやー1時間ぐらい喋ってて、そこでまたね新しい出会いがあって、いやもう最高だなーって話してて、めっちゃ有意義な時間だったね。まあ1時間ちょっとだったんですけどね、いやとてもいい時間を過ごせました。まあその前にね、ちょっとお買い物をね、もう久しぶりじゃないかな、この衝動買いは。実店舗に行って、嘘これかここで売ってるんだって言って、で取扱店舗はそこは正規取扱店っていうか、そうなんですけども、今後ねお店結構好きなものが多かったんで、通ってしまったら恐ろしいことになりそうだけども、マスターもねすごいいい方で、よく喋ってました。久しぶりにお店に行って、久しぶりじゃないかな、ああいったトークするの、ね、その買い物もそうだし、今小倉、まあ、駐車場戻る時もまたねちょっと顔だけ見たいと思って寄せてもらったりだとかしましたね。久しぶりだな、ああいう感覚で実店舗に行くっていうのは。すごいね、なんか今日のタイミング、この日に小倉来てよかったなと。でその友達ともね、プラスでしかないねっつって、まあいいね、時を過ごせましたと思います。であとね、だから洋服なんですけども、僕がだからいろいろねこう気になるアイテムだとかカラーとかもあって、いろいろこうね、どうしようかなって思ってて、なんとなくね、まあ、考えていろんな人のねこう意見とか聞いたりしてしてたら、なんとなくね掴めてきたのが、好きなカラーはねやっぱり白黒グレー、グレーでも、ライトグレーとかチャコールグレーとかあるじゃないですか、ダークグレーとか、やっぱグレー系がねやっぱ好きなんですよ。であとはネイビー、ブルーじゃなくてネイビーと、あとカーキがやっぱ好きだなと。白黒グレーとカーキと、ネイビーの5色が、ちょっとなんか飲みましょう、5色がねいいなと思って、その中でたまにブラウンだとか赤とか、まあ、ピンクだとかアクセントになるカラー、ブルーもそうだしアクセントになるカラーを、まあ、取り入れたいなと。ブラウンとかベージュもそうですよね。そのあたり、まあメインが5色で、そのあたりをこうちょっと刺していくみたいな感じになりそうです。なんとなく自分が好きなもの、これから着たいものがね、なんとなく分かってきましたね。それで、なんとなく分かってきたから、今後だからそれに合うような、ね、小物もそうだし、そのあたりをね買っていこうじゃないかという、とりあえずな結論。まあ気まぐれなんでね、また半年後違うこと絶対言ってると思うんですけども、とりあえずそこにねたどり着いた感はありますね。まあね、だからキリがない、車も服もキリがないですね。車も今こうビートル乗ってるじゃないですか。で前はゴルフ7に乗ってて、その前がゴルフ5でしょ。で QN ポロに乗ってて、で初めてのフォルクスワーゲン 6N のポロ乗ってたんですけど、だからもう16年17年ぐらいになるのかな、フォルクスワーゲン乗り始めて。ほんとキリがないなと思って、あ、ニュービートル出た時はかっこいいなと思ってて、で今ビートル乗ってるでしょ。いやーこれはね、ねー車っていうのはほんとキリないけど、でもその時はいいな、かっこいいなって思ってたりしたら、多分ね絶対的に手に入ると思うんですよ、いつか。だから何でもそうだなと思って、友達とも最近話してたけども、
やっぱ何でも何いい方向で思うことによってそれは必ずね自分の手元に来るんじゃないかっていう風にねなんとなく結論ついた感じありますね。だからちょっとこうね欲しいアクセサリーだとかあってはでもね買えないしどこで売ってるかもわかんないしなかなかねチャンスないだろうなと思ってたらあるわけですよ。実際あったんで、そのあたり考え方次第だねっていう風にねなりますよね。特に今年はね、いやーそんなことは結構頻繁に起きているなとは思いますね。まあだから前も多分ドライブトークの時言ったかわからないけど、とりあえず何でも自分で行かないと何向こうから絶対来ないなと思って、自分で行くことによってこう繋がる、いい意味で繋がる人と繋がって輪がね大きくなって、そこからまたねいい輪がねなっていくんじゃないかなっていう風にね思いましたね。いや今年ほんとそれがね一番あるんじゃないかなっていう風にね強く感じた2019年で、来年2020年どうなるかと。まあでもね繰り返しですね、いいことの繰り返し、いいことの繰り返しをねどんどん自分の中で、まあそれぞれ人それぞれいいことっていうのはね違うと思うので、だからそれがね全員が全員いいことではないと思いますから、自分の中でいいことをね繰り返していこうかなと思いますね。それは大切だなっていうふうにねさっきも話してました。タイミング、全部のタイミングがね良かったですね今日はね。ただね健康診断尿検査と血液注射苦手です、まあ、どうしようね難しいですね、まあ、難しいものは難しい、非常に難しい、それは非常に難しいですね。いやだから、ね、血液最初選ん長いなとか思った。あこれ取ってない、絆創膏取ってないや、まあいいや後で取ろうか。難しいですね、苦手なものは苦手苦手だけどしなきゃいけないことはするけどねと思いますね。あと季節がね今日ねフリース着てこようかなと思ってたんですけど着てこなくてよかった。やっぱね太陽出たら暑いっていう表現おかしいけどポカポカしすぎてなんかねこう暑くなりますね。だからまだやっぱりちょっと薄手のロングコートだとか、まあ、ほんとスウェット1枚ぐらいでいいかなと思って、いつになったら寒くなるんだと思うんですけどね、そんな気もする今日この頃。ただ風が強い、風が強いですね。天気もね午前中ちょっと雨降るかなとも一瞬思ってたんですけど回復しちゃいましたね、まあ、そんなドライブ雑談でございます。どんなドライブ雑談、ドライブトークなんだ、ドライブ雑談ってまだ言っちゃうんですよね。ドライブトークにね統一したいなと思うんですけど、ドライブトーク、ドライブトーク、ドライブトークはね勝手にいつも喋ってるだけなんでですけども、それはそれでね。いや車だから、だから T クロス、T ロックっていうのもね、T クロスと T ロックが一緒と思ったら違うんですね。別々に出るらしいですね。T クロスがポロベースかな、で T ロックかながゴルフベースですよね。まあ、そのあたりもフォルクスワーゲン楽しい車がどん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 出てくるような気がしますね。うん、まあ、ただビートルとりあえずやっぱり結構気に入ってるんで。乗り続けるかな、どうかな、多分乗り続けそうな気がするな。今ね 16,893 キロ走ってますので、いや本当快適。最近遠出、よく遠出するじゃないですか。本当に遠出よくするじゃないですか。これね奥さんがねこの車をね運転してくれるからね、今まで不可能だった距離が可能になってるわけですよ。交代交代で運転できるので、そこはね非常にメリット、プラスだなっていう風に、ね、思いますね。ポロをねあんまり乗ってないんで、ポロでどっかお出かけしたいなと思いますね。次はポロかな。でも連休とか全然合わないから、まあそしたらねあっという間に12月になって東京横浜行きになるでしょう。そのあたりですよね。楽しみ、東京楽しみ、東京めっちゃ楽しみっすね。
会えるかな会えないかなっていう人もねいるんですよ、うん、で、あのこっちに来る前にね小平っていうところに住んでたんですけど、そこにもね可能時間に余裕があって可能であれば寄ってみたいなと思いますね、うん、懐かしのその場所をまた歩くみたいな感じも、あもうちょっとでトライアル、懐かしのねその場所に歩くっていうのもねありなんではないかなと思いますね。だから奈良にこの前の旅行で奈良に行った時、小学校、1年生だったかな、1年生の時奈良に行ってたんですけど、やっぱりね通学路とか見に行ったら、あこういう感じだったんだ、そうあの記憶するところってやっぱりね、まあほぼほぼ一緒なんですけど、公園がやっぱちっちゃく感じましたね。やっぱ大人になった時、子供の頃の公園ってすごい広いイメージがあったじゃないですか。大人になったらね、あの滑り台、すっごいでかい滑り台と思ったら結構ちっちゃかったりね、そのあたりね不思議な感覚になりましたよね。だから中1、小学校高学年、中学校1年生か、小平っていうところにいたのでね、そこにちょっと寄ってどんな感じかなっていうのをねまた体験できたらいいかなと思ってたりするんですけども、ちょっとねそういうような感じなんじゃないかなと思います。よし、とりあえず駐車場を止めて、あとそうそう除菌シートでも買って帰ろっか、せっかくだから。西日がちょっと早めに帰らないと次に間に合わないということで、ドライブトーク終わりにしたいと思います。ちょうどまっすぐ止められたね、うん、OK。 では、本日いい日が過ごせたので、まだね、今日は終わってないので安全運転で帰りたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。おかつよしでした。頑張ってください。